ずっとしてるんですけど、そうですね、今最近までアメリカに行ってて、あのインディアンの人たちとずっとウォークをしてました。でその時にウランを掘って被爆して家族が死んでしまった人の話をあの実際聞いて、すごいもうウランを掘る時点から被爆はあって、被害者がいて、大地は汚染されて、その上で僕たちは電気を使ってるってことをリアルにこう知りました。で、まあこういうことも伝えていきたいと思ってます。やっぱり若い世代からどんどん発信していこうと思ってるんで、皆さんの力を、皆さんとみんなと一緒にも本当に変えていこうと思ってます。変えていきましょう。どうもありがとうございます。続いて。